ちは世界の外から漂流してきたのか？お前たちがそこから離れて次の世界へ行こうとした時、見たこともない神がお前たちの前に現れたと。よそ者、お前たちの旅はここまでだ。誰？この天理の調停者がここで人の子のおごりに終焉を。こうして見知らぬ神が俺の妹ホタルを連れ去っていった。そして俺も神に封印され本来の力を失うことになる。数多の世界を乗り越えてきた俺たちはここで